具沢山の野菜や鶏肉が入った鍋にたっぷりの豆乳スープを注ぎます。煮込んで出来上がったのは寒い時期にぴったり熱々のサムゲタン風薬膳豆乳鍋です。薬膳が効いたスープが野菜と鶏肉にしっかり染み込んで体の芯から温まりますね。札幌市内の鍋料理店です。メインの鍋とともに人気なのがこちらの韓国風サラダ。しかしこの人気メニューが経営を圧迫しているといいます。原因はレタス。年明けから葉物野菜がどんどんまた値段が上がってきたと。レタス関係とかほうれん草を使うメニューもたくさんありますので、ちょっと影響がこれから出てきそうです。札幌市手稲区のスーパーを訪れてみると、さまざまな野菜が並ぶ青果売り場には真剣な眼差しで品定めをする客の姿がありました。値段を見ながらやっぱ考えながら予算を考えて買いますね。なるべくいろんなお店行って安いところを買っちゃうにしてますけど。買い物客が頭を抱えるのが野菜の価格高騰。特に高くなっているのが葉物野菜です。中でもレタスは例年より3割ほど高値となっているといいます。そのわけはクリスマスから正月にかけて向こうすごく寒い日が続いて、それでやっぱりその時に収穫終わって次のものが成長の段階でなんかいまいち伸びてないんで、たくさん取れてないし。高値の原因とされるのが年の瀬に本州を襲ったクリスマス寒波。降雪や低温が天候の影響を受けやすい農作物の価格を押し上げました。一方この店でよく売れているというのが白菜です。2分の1カットで181円です。白菜買われてますけど、はい、夕飯のメニューなんか決まってる？シチューです。はい、安いので、はい、狙い目はこの季節に欠かせない定番の鍋野菜。白菜や長ネギなどは去年豊作で供給量が安定しているため、お手頃で買い求めやすいということです。鍋にする野菜が意外と今現在ね、リーズナブルな値段で、まあ普段買いやすいような値段で供給できてる状態が続いてるんで、これはなんとか維持できればなと思いますけどね。本州を襲った寒波の影響で高騰が続く野菜。物価高が続く中、家計への負担は避けられそうにありません。